こんにちは。今回は旅行先でお手軽にツヤ肌を作ることができるコスメで三種の神器プラスワンということで、まあ、簡単にツヤ肌を作れるコスメを紹介していきたいと思います。別の動画では究極0秒で何もせずにきっちりメイクした感を出せるっていうようにも紹介したんですけど、そこでも紹介している通り基本的には早くかつパッと見美しくパッと見がモットーなので、忙しい方、めんどくさがり屋の方、マット肌じゃなくてツヤ肌が好きな方には向いているアイテムなんじゃないかなと思います。まずこれ個人の好みなんですけど、マット肌っていうのがあんまり好きじゃなくて、で時間もかかるし皮脂も、もともと皮脂も多めで崩れやすいので、あんまり相性も良くないかなと思っていて、あんまり好きじゃないというか得意じゃないです。であとざっくりなんですけど、ツヤ肌の方がなんとなく綺麗感が出るかなっていうのでツヤ肌の方が好きなんですけど、ただそれだけです。まあ、今回紹介するアイテムは下地とかを使わない、もう本当にパッと済ませる場合は下地とかも使わない場合があるので、基本的にはこの3つなんですけど、ちゃんとしようかなって思う心に余裕がある時にはもう一つベースの下地を使うことがあるので、それも3つのアイテムの後に紹介したいと思います。まず1つ目はクッションファンデですね。クッションファンデ、今までもずっと基本的に家にいるときはスックのリキッドファンデを使ってるんですけど、基本的に移動するときにはあまりリキッドファンデは使わなくて、クッションファンデが一番早いのでクッションファンデを持ち歩きます。ツヤ肌を今まで作るのに特にここ最近好きで使ってたのが、このディオールのディオールスキンフォーエバークッション SPF35。 これはクッションファンデって結構基本ちょっと厚めのものがこんな感じで、ちょっとまあ厚めのものが多いんですけど、ディオールは比較すると薄めでコンパクトで持ち運びしやすいです。次にドルガバーで使ってるのは、これもツヤ感出すのにはすごくソーラーグローヘルシーグロークッションファンデーションです。50見てます。最後にクッションファンデ出始めた時から愛用しているイヴ・サンローランで、これは初代のパッケージの時から、まあ、結構ずっと使ってるんですけど、今使ってるのはアンクルドポークッション N、 私は30番使ってます。まあ色はそれぞれいろいろいろんな色があると思うので、でも必ずオンラインとかで選ぶんじゃなくて、私この失敗を何度かしたことがあるんですけど、色を試して合う標準色とかでも結構ブランドによって色味が違ってるので必ず試した方がいいです。でこのクッションファンデでもうブブ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 ってやって、でその後がこのハイライトで、すごい優秀で、これも愛用してるのがシャネルの、このスティック型のハイライトでトランスペアレントで、結構これラメがすごく細かくてヌード感もあって、私はもう直塗りでピピピピってこうやってやっちゃうんですけど、持ち運びもしやすくてすごく使いやすいです。最後はエルメスのパーマプラスプードルオルフェーベル、フェイスパウダーです。でこれは2代目なんですけど、ハイライトとして多分使われてる方とかもいるぐらいじゃないかなと思うんですけど、最終的にフェイスパウダーとしてくる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 するとツヤ感の仕上がりがよりツヤツヤして綺麗に見えるので使ってます。じゃあ早速ですね、洗顔から、ま、実際これを、どのぐらいの速さで、私特にメイクがうまいわけでもないので、ただただ本当に塗るだけなんですけど、まあ、どれだけお手軽にできるのかっていうのを参考に、洗顔からストップウォッチで買ってやってみたいと思います。ということでメイク落とし洗顔からやってみました。今回は5分以内に簡単にメイクをできるというのをやりたかったので、冷静に考えたらメイク落とし後からカウントしたらよかったですね。もしくはせめて洗顔からストップウォッチをスタートしてたらよかったんじゃないかな、反省しています。ちょっと止めるのが遅かったのもありますが、6分37秒と最終的には普通な結果になりました。ちなみに大事なものを紹介してなかったんですけど、下地で最後の一つ、まあ、時間あったら使うって言っていたのはこのフォアフェッショナルっていうやつで、
基本的に私免税で買い溜めるんですけど、このあのパール、プロフェッショナルのパールは本当にあのきらめき感もツヤ感もあっていい感じです。いい感じなのでおすすめです。で、あとこれトラベルサイズですごいちっちゃいんですけど、あのこのサイズで6本ぐらいセットになっているので、だいぶ持ち運びもしやすいです。ということで、冒頭でも言ったんですが、メイクは得意じゃなくて、別の動画でもどうやったら自分でメイクをせずにいかにプロの力を借りて自分は何もしなくて混ぜられるかということに基本的には注力してます。旅行だったり出張で家にいるのが年間2ヶ月ぐらいだった時期もあって、その時はほぼメイクはもうしてなかったです。ただ旅行中はもちろんあの素敵な装いをしたいので、メイクアップ自体は嫌いではないです。ということで、今日はとにかく早く簡単にツヤ肌を作るクッションファンデ、メイクアップの紹介でした。